アラン・ラバーン・ビーンは、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士、技術者で、1969年11月、37歳の時に人類で4番目に月面を歩いた。ビーンは、テキサス州北東部のウィーラー郡で、スコットランド人の家系に生まれた。少年時代は、ルイジアナ州、ウェブスター郡に住み、父は土壌保全局で働いていた。ビーンは、 テキサス州フォートワースの RL パスカル高校を卒業し、1955年にテキサス大学オースティン校で航空宇宙工学の学位を取得した。テキサス大学ではデルタカッパイプシロンフラタニティに所属していた。戦闘機のパイロットとしてフロリダ州ジャクソンビルで4年間働いた後、アメリカ海軍のテストパイロットとしての訓練を受けたが、その時の教官が 後のアポロ12号の基調ピート・コンラットであった。1972年にはテキサス・ウェズリアン大学から科学の1974年にはアクロン大学から工学の名誉博士号を授与された。ビーンは1963年に NASA の宇宙飛行士に選ばれた。ジェミ20号では予備上院となったが宇宙には行けなかった。クリフトン・ウィリアムズが 飛行機の事故で死去すると、代わってアポロ9号の予備乗員となった。海軍でビーンを指導していたアポロ12号の機長コンラットは、ウィリアムズの代理をビーンにすることを個人的に要求していた。ビーンは、二度目の有人月着陸であるアポロ12号でアポロ月着陸船のパイロットとなった。1969年11月、ビーンとコンラットは25万マイルの飛行を経て、 月面の嵐の対応に降り立った。宇宙船は打ち上げ36秒後に雷に撃たれたが、ビーンは、ジョン・アーロンの有名な指示フライト、トライス・ツー・オークスを忠実に実行し、通信システムを回復させて、ミッションを成功に導いた。彼らは月面を探検し、月面上で実験を行い、月面上に初めて原子力発電機を設置した。リチャード・カイ・ゴードン・ジュニアは、 将来のミッションのために着陸地点を撮影するため、カツキ道場に止まった。アポロ12号のミッションで、月面上のアランビーン AL アランビーン、2009年2月ビーンは、2回目の友人スカイラブ計画であるスカイラブ3号の乗組員にも選ばれた。ミッションは1973年7月29日から1973年9月25日の59日間、かけて行われ、 オーウェン・ギャリオット、ジャック・ルーシマと共に航行距離2440万マイルの世界記録を達成した。ミッション中、ビーンは宇宙船の船外活動用操縦装置のプロトタイプの試験も行い、一度スカイラブの外で宇宙遊泳も行った。その後、ビーンはアポロソユーズテスト計画の予備乗員を務めた。1975年に大佐として海軍を引退したが、 アストロノートキャンディデートオペレーションズとトレーニンググループの長には市民の身分で留任した。スタジオにいるアラン・ビーン・ビーンは1981年6月時間を絵画の制作に使うため NASA を退職した。彼の絵の多くは宇宙愛好家の家の壁に飾られている。彼は彼の決定は18年間の宇宙飛行士人生で多くの場所を訪れ経験したことを 芸術の形で表現したかったためだと語っている。彼はヒューストンの家とスタジオでこの夢を追いかけている。芸術家としてのビーンは月に色をつけることを好む。ガツを損なうことなく色をつける道を見つけ出したいと語っている。もし彼の絵を見ればモノトーンではなく様々な色で彩られた月の景色を見ることができるだろう。 もし私が月を描く科学者だったら灰色に塗っただろう。私は芸術家なので月に色をつけるとも語っている。アラン・ビーンの主な作品にはルナー・グランプリやロックンロール、オン・ザ・オーシャン・オブ・ストームズがある。彼は本物の月の砂を絵を描くのに使う世界で唯一の芸術家である。彼が絵画を始めた時、 記念の宇宙服の普遍が月の砂で汚れていることに気がつき、それを絵に貼り付けると独特なものに仕上がった。彼はまた絵に風合いをつけるために、月の表面に旗を立てるために使ったハンマーや月の上を歩いたブーツも使っている。彼は、込婚で男女の二人の孫がいる。ありがとうございます。